皆さんこんにちは、バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆です。今日はですね、バイオリンの弦を変える様子をお届けしたいと思います。私が普段使っている弦はこれです。皆さんご存知、リーズナブルなゴールドブラカットの A 線、そしてピラストロのパッショーヌで A 線、D 線、G 線を買っています。よし、変えるべ。弦を変えるにあたっていろんな話があるんですよ。例えば全部の弦をちょっと緩めてコマが曲がらないようにしましょうねっていうことを言う人もいれば、変える弦以外はそのままのテンションを保つことでコマが倒れないようにコマのテンションをキープしましょうねっていう人もいるんですね。正直私はどっちが正しいのかわからないんだけれども、まあ自分がやりやすいのはコマのテンションをキープする方ですね。なので確かに曲がるリスクはあるかもしれないんだけど、張りながらよくケアしてあげるようにしてます。それで張る順番とか、順番と言いますか、例えばゲーセンとデーセンはベストコンディションに至るのに2週間、アーセンは1週間、 A 線はまあ3日くらいっておっしゃる方もいるんですね。だけどもうそんなの気にしないで、も変えたい時にもう全部変えるよって人もいるわけですよ。で私は今日は G 線と D 線だけ変えようと思ってて、なぜかというと、いっぺんに変えるともうチューニング大会になるでしょ。私それが好きじゃないのね、あんまり。ていうかこれさ、使ってある気配がする。いやでもかなり綺麗だな、一回貼った。それが嫌なのと、まあ、ちょうど2週間後くらいにちょっと本番があるのでそれに合わせて貼っていこうかなと思います。ね、弦を貼る前はよくチェックしましょうね。これアーセンだわ。あれ、こっちもアーセンだな。こんな風に間違うことがありますからよくチェックします。あるいは貼る前にそれが傷ついたりしてないか、新品でもねそういうことたまにありますから、そういうのチェックしましょうね。それで今いないからいいんだけど、だいたいこういうの猫好きだから、猫に見つかると大変なんだよね。よし、じゃあ変えますね、変えてきますね。G 線が奥に入っているので G 線から変える方が好きなんですけどね。この弦めちゃくちゃ古くない？大丈夫かな。でこっちを外します。で古い弦は必ず取っておきます。なぜなら新品よりもこなれた状態でしょ。だから急に弦が切れた時にはこれを代わりに貼るんです。その時新品貼るとまたチューニング大会でさ、だいたい急に切れて困るって本番前とかじゃん。だからそういう時に対応できるようにこれ取っときます。じゃあ入れます。あー、硬いよね。このさ、パッションだけかな、なんかね太いんだよね。あ、いたファッションね、ちょっとね根元太いから私のテールピースねギリギリです。弦まっすぐにして、あゆっと入れます。巻き方はもう正確だと思うんだけど、私綺麗に巻きたいんだよね。なんか私の職人さんもそうなんだよね、楽器預けるとめちゃめちゃ綺麗に巻かれて帰ってくる時あって、私より綺麗で、この糸が壁にくっついちゃうとペグがすごく硬くなっちゃうので回すのに、だからつかない方がいいですけど、
これがあまり遠すぎると今度は戻ってきやすくなっちゃうので、それはそれでチューニングが落ち着かなくて大変ですから、間の絶妙なラインを狙います。今は私的には好ましい感じです。 OK?コマが曲がってないかチェック。今若干前傾してるから、気をつけながら動かします。コマは本当に怖い。アクシデントが起こった時のリスクもでかいから触るの怖いと思うんだけど、弦変えるんだったら触らないわけにはいかないってところは正直ある。だから怖いなって思った時は先生とかに相談してみてください。やってくれるかもしれないし、自分で頑張んなって言われるかもしれないけど、でも私は先生たち割と助けてくださいますし、だけどある時に先生に自分でもやってごらん、挑戦してごらん、大丈夫だからって言っていただいたことがあって、その後しばらく自分で結構頑張ってて、結構何回か失敗してる。失敗というのはバタンって倒すのは可愛いもんで、バタンって倒してコマ折ったこともある。ちなみに折ったコマはまだ持ってるけど、折ってテールピースの裏のさ、E 線のアジャスターのパーツあるでしょ、あれで表板に傷ついちゃって、結構大事だったけど、もうそれすら経験っていうのかな、それがあったから今こうやって触れるようになったっていうのがあるので、ある段階で頑張って触ってみるって時があってもいいのかなとは思う。そればっかりになってもしょうがないけどね。ポイントはこっちに見せようかな。ポイントはこちらの壁が直角になるようにします。ここがね、ここがまっすぐになるようにしましょうね。My tail piece is too narrow. こんなやっぱ下から指入れるしかないんだよね。いやー硬い。いやパッションネがね特にね太いんだよ。あ、イエス。
先生が弦を変えた後は1分ごとにチューニングしなさいっておっしゃったんですよ。1分ごとって、そうじゃないと全然落ち着かないから、もう1分ごとって。その時はちょっと1分ってマジかよって思ったんだけど、確かにもう張り替えた日はもうそうやって割り切って、もう今日は1分ごとにチューニングって思えば翌日かなり落ち着くんですよ。別の先生はこうやって引っ張ってね、こうやって落ち着かせようとしたりとかもしてますけど、めちゃくちゃ怖いですよね。わかります。でも考えてください、構造ってめちゃくちゃシンプルなんですよ。ペグに巻いて穴に入れて以上でしょ。なんで怖いかっていうと、なんか楽器を傷つけちゃうかもしれないって思うから怖いんですよね。でもいいですか、シンプルです。怖がらない、でも気をつける、それだけ。あとはもうやってみる、経験を重ねる、これだけが我々を救ってくれるのだと信じてます。 OK OK, do you remember? You need tuning every single minute. もしこの動画が面白かったよと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録賜れたら嬉しいです。 OK, hope to see you soon. Bye. Don't eat, please.